バンコクさんがついに台湾に経済力で追い抜かれたとか言ってブツブツ言っているようです。スレッドと韓国さんの反応を見てみましょう。すでに台湾は我が国の経済力を追い越しましたか？台湾のネチズンがそう言ってました。我が国を超えて久しく、今は日本を超える勢いだと考えています。それでは韓国さんの反応です。一人当たりの GDP では日本も超えました。しかしサイズが我が国の京山道ほどの大きさで、人口は2400万人で、現在少子化が深刻です。住宅価格も高く、賃金も低いですね。正直言って将来を考えると台湾が一番困難で不安定なようですが、中国に吸収合併されることがないと仮定しても、台湾の人口は我が国の半分以下なんですが、遅かれ早かれ有事になってそこから急落するよ。それじゃあ我が国のネチズンも我が国が日本を追い越したと言っているので、我が国も日本を経済力でリードしているということなんですよね。台湾は一人当たりの GDP を今の2倍にしてから同じことを言ってください。その台湾のネチズンの発言を信用するのですか？どちらが経済的に上なのかは調べれば一発でわかることです。それが正しいというのであれば、アメリカはルクセンブルクよりも下ということになりますか？我が国の左派と同レベルの主張、台湾にもそういう人たちがいるんですね。ということで、また韓国さんが韓国さんをしていますね。台湾に対しての批判はもちろん韓国には当てはまらないから言っているんですよね。韓国さんの主張をまとめると、韓国は人口が2倍以上の日本を追い抜き、台湾には人口が韓国の半分以下なので追い抜かれることは絶対になく、台湾は現在少子化が深刻だけど韓国は問題はなく、住宅価格も低く賃金も高い国、それが韓国ってことになる気がするんですが、韓国さん間違いありませんか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。